はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。 HT ブロックです。はい、ということで今日はね、ヌサレンボンガンっていう島からボートに乗ってヌサペニダっていう島に行きます。はい、もうボートに乗って、まあ、ここ2、3年でヨーロッパ人の間で人気が急に出てきた島で、まだね、日本人の人はあんま知らないかもしれない。もしかしたら知ってるかもしれない。ちょっとよくわかんないんだけどもし興味があってあんま情報がなかったっていう人はね、この動画参考になるかもしれないんで、ぜひね、見ていってください。景色がいいところで、自然がめっちゃ綺麗らしい。自然がめっちゃ綺麗、どこでもめちゃめちゃ綺麗らしい。そうで、観光客もそんな多くないからゆっくりもできる、そんな島に行きたいと思います。今日一日中よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今8時、朝の8時にボートに乗って、夕方の5時にね、またこのレンボン川に戻ってくるボートに乗るから、ほぼ丸1日。スタートしました。行きましょう。ヌサペニダ着いた。こっからちょっとバイク借りて行きたいと思います。見て、ボコボコ。ちなみに今ね、こんな道があと10キロぐらい続くんだけど、港からトータル1時間ぐらいかな。で、ずっとこんなような道だから、なんかバイクの運転に慣れてない人は多分ああいう風に車をドライバー付きでレンタルした方が安全だと思います。まあ、値段はね、何倍、10倍ぐらいするけど、まあ、命には代えられないので、不安だっていう人はね、まあ、お金を払って車で行った方がいいと思います。ボコボコ、バイバイ。はい、どうも。今ね、どこだっけ、エンジェルズビーチ、違う、ブロークンビーチっていうところに来ました。ちなみにね、ほとんどの人はね、多分車で来てるわ。めっちゃ怖い。嘘。おお、怖くない？怖くない、これ何メートルあるか分かんないけど、めちゃめちゃ怖い。で、そこで釣りやってるわ。めっちゃマニュアルだけどね。30メートルぐらいはあるんだ。いや、50メートルぐらいあると思うよ。ある。もう一回見せる。めっちゃ怖いよ。レナ、これが有名なエンジェルズビーチ。エンジェルズビラボだよ。エンジェルズビラボ。今そこに入ろうとして、あ、入ってくね。で、ちょうどね、海からちょっと高いところにあって、あの水がね、溜まってて、まあ、海水なんだけど自然のプールみたいなっていうところなんだね。あそこにマンタがいる。これマンタベイかな、もしかしたら。これ誰かが泳いでる。カメラで映るかな。In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.今ね、クリンキンビーチっていうところにちょっと移動してきました。ちょっとね、やっちまったわ。服をなくしちゃいました。服はそんなに簡単になくすことは知らなかった。さっきいたところでお昼ご飯食べるときに暑くてね、タンクトップ脱いで椅子に引っ掛けといたら、アホだからね、忘れちゃった。せっかくタイで買った500円ぐらいのナイキのパチモンのタンクトップだったのに。バイバイ。まあでもね、ちょっと道が悪すぎて戻る気にならんから、もうあれはおだぶつということで、ということで今やってきたのがクリンキンビーチ。
お、あそこがね、本当に下に見えるかな、ビーチ、人もいるよ。あ、海に入ってる人もいるよ。あ、入りたい。ちなみにね、こっからあの下のビーチまで降りるためにはね、1時間以上なんか歩いて降りなきゃいけないから、あそこにね、階段があって、これずっと降りていくとビーチに行けるんだよね。けどね、今ねむちゃむちゃ暑いんだよ。無理無理無理。ちょっとね、ビーチまでは降りないけど、途中まで降りてみて、なんか綺麗なスポットがあれば写真とか映像を撮りに行こうかなと思ってます。これやばくない？階段っていうよりかなんか岩の崖みたいな感じになってる。確かにこれはね、1時間ぐらいかかるわ。見て、地面に張って歩いてきてる。それぐらい急だよ。見て、みんなやばいよ、降り方。いや、これ降りれない。マジ、俺サンダルで来てるけど、サンダルで来てるアホなんて誰もいない。みんなトレッキングシューズみたいなの履いてる。はい、風がある、気持ちいい。今ね、上まで戻ってきた。いや、本当に降りたのは20メートルも降りてないけど、死にそうだった。死にそう。もし来る人がいればね、靴をおすすめします。マジで靴。あと、お水。疲れた。ね、手で何も持たない方がいい。パックがいい。そうそうそう、両手空いてた方が滑るし、一応ね、柵みたいなのがあるから、それをね伝って登ったり下ったりできるから、両手はフリーの状態じゃないとマジで危ないっす。はい、ちょっと休憩して移動しようか。サロンをもらってる。サルーンっていう、サロン、サロン、民族衣装みたいなやつ。なんか今から下に竹見に行くんだけど、なんかお寺が一緒にあるらしくて、これを履かないといけないらしい。はい、グッド、グッド、スプレヘンサム。オーケー、行こう。今ね、階段降りてんだけど、景色がめちゃくちゃいいから、ちょっと一回見せますわ。見てよ、これ。ちなみに階段はこんな感じ。めっちゃ急だん。まあ、今日雨降ってなくてよかった。雨降ってたら多分めっちゃ滑りやすいから、雨降ってたら来ない方がいいかもしれないわ。これはね、最高。怖いな。やばいけど、やめることにして、こう、足が震えてきたし、暑いし、あの、あれの階段がやばすぎるし、足止めると、なんか膝がガクガク震え始めて、で、水もないから、で、なんかね、まだこっからこういう道がね、20分以上続くらしいから、諦めます。たまにはね、逃げるっていうことも大事です。人生において逃げることは大事です。それが言ってないということで、戻りましょう。港に着いたらまた最後撮ろうか。じゃあ戻ります。はい、ということでね、ビーチに戻ってきました。今日は終わりです。本当はもっと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 見ることがあるけど、一日は全然足りない。そう、っていうのもね、この観光スポットがこの島にね、散らばってて、基本的に1個のところから1個のところに行くのに1時間ぐらいかかるんだよね、バイクで。本当にペニダ島を、まあ、フルで楽しもうと思うと1泊2日か、まあ、2泊3日があると十分かなって感じで。僕らね、バイク借りたんだけど、正直ね、バイク乗ってるのは欧米人しかいなくて、あの、アジア人、なんか今アリ乗ってたよね。アジア人も多いんだけど、まあ、中国人とかインド人とかね、
ほとんどの人がドライバー付きの車を借りて回ってる。で、そう、貧乏人の僕たちとか欧米人の人、バックパッカーみたいな人はバイクで自分たちで回ってるけど、まあ、正直お金があるんだったら、あの本当に車を借りた方がいい。Vlog Yes Video? Yeah, YouTube video Hello あの本当にいっぱいお水飲みながら休憩しながら、そうだね、行かないと。でも本当にめちゃくちゃ綺麗、もうどこでも何でも、もう本当にこう、本当にね、Blow your mind。 そう、本当に自然が大好きな人はね、マジでおすすめ。このペニダとめちゃめちゃ綺麗。まあ本当にサカのビデオで伝わるかなーね。確かにこの動画で良さが伝わってるかわかんないけど、てな感じで、もしこの動画がね良かったっていう人はね、いいねボタンを押してください。はい、ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。アメリカです。アメリカです。そうです、サンフランシスコ来ました。この空わかるかな。